今日はマイクロスケール実験の、2回目、レモン電池についてやっていきたいと思います。レモン電池のは従来ですね、こんな風に、レモンを半分に切りましてね、それを電子オルゴールに挿して、そして電子オルゴールが鳴るというのを試してきました。マイクロスケール実験ではですね、前にも言いましたように、小規模にして、まあ、材料も少なくして、材料が少ないですので、廃棄物も少ないということになりますが、一人実験が可能、どこでもできるというようなことを求めてますので、そういうようなマイクロスケール実験なら、レモン電池はどのようにできるかということをやっていきたいと思います。こういう装置を使います。これがですね、100円ショップで売っている、使い捨てパレットというものですね。1、2、3、4、5、6つのセルがあります。大きいセルもあるんですがね。この1つのセルだけを使ってやります。準備物はですね、この使い捨てパレット、亜鉛板、この銀色の方ですね、亜鉛板、銅板、茶色い方ですね。そしてリード線。こっちとこっちですね。2本。で、電子オルゴール。そしてですね、この銅板と亜鉛板をこの、パレットに、セッティングするね、ひっつけるところのセロテープ。レモン汁はですね、もう10分の1。レモン1個の10分の1。でもいけるんですが、まあ一応8分の1、切りやすいことを考えてですね。8分の1にして、その間に汁を入れるという形になります。まあ別の絵で示すとこういうふうになりますね。銅板と亜鉛板を一つのセルに入れてですね。で、リード線で電子オルゴールになります。で、こうしてですね、汁を入れますと、こういうね、電子オルゴールが鳴るんですね。電子オルゴールが鳴りますと、電気が流れたなということがわかります。ではですね、この亜鉛板と銅板はですね、本来はですね、長方形のフラットな板で売ってますね。何十枚かで、何百円かで売ってます。それをですね、万力、まあ、ペンチでもいいんですがね、これをね、一箇所、こんな風にね、折るんですね。折って一つの穴にぴったり合わさるようにします。そしてここにセロテープを貼るわけですね。セロテープ。ここで固定するわけです。両方ともですね。そして、きちんとつないで、穴にレモン汁を絞って入れると、電子オルゴールがなります。まあ、電気量は、非常に少ないのでね。豆球の明かりをつけるほども無理ですね。電子オルゴールはですね、エリーゼのために。ね。それからハッピーバースデー。キラキラ星。It's a small world などがあります。まあ、いろいろ揃えるのはいいでしょうね。子供たちはね、まあ、理科の学びだと言ってもですね、まあ、理科だけ学んでるわけじゃないですからね、国語や算数、音楽、体育、図工といろいろ習っていてですね、まあ、いろんな角度でね、興味を持ちますからね、まあ、一つの曲だけじゃなくて、いろんな曲を置いとくということが大事ですね。じゃあ、レモンがなぜ電池なのかということ、ちょっとね、これは中高の範囲なんでね、例えば、学校の小学校の先生になりたいという一般教諭としてですね、
しとくいうこと大事ですよね。亜鉛板と銅板を使う理由はですね、レモン汁の中に水素イオンが入ってですね、H のプラス。で、亜鉛はですね、水に溶け、電離してですね、亜鉛の2価のプラスイオンになります。銅もですね、電離してですね、2価のプラスイオンになるんですが、亜鉛と水素と銅の間に、水に溶けてイオンになりやすい順番があるんですね。亜鉛が一番なりやすい。次は水素。次は銅ということになります。ですので、銅と亜鉛とレモン汁。これはですね、亜鉛が一番この中では溶けてイオンになりやすいわけです。溶けるんです。亜鉛が、亜鉛の2価のプラスイオンになります。2価のプラスイオンになるということは、2つマイナスを出したからプラスになる。2つのマイナスの粒。これ電子と言いますか？これを2つ出したんですね。でその電子は出したのがずっと流れていきます。そして電子オールオールまで行って、銅板まで流れていきます。この流れが電子オールオールを流すわけです。で、亜鉛はね、水に溶けてイオンになりやすいからどんどん入っていきます。で水素は亜鉛よりも、イオンになりにくいので追い出されていくんですね。で、流れてきた電子を水素のプラスイオンは一つ受け取って、ね、水素イオンは電子を1個受け取って水素原子になります。で空中ではね、水素原子が2つ合わさってね、自然ではあるんですね。こう2つくっついてるの。これは水素分子と言いますね。気体というのはだいたい酸素もね、2つくっついてる。窒素も2つくっついてる。気体というのは空中ですね。2つずつくっついて存在してる。で、こうやって外へ出てる。だから、このレモン電池ですね、銅板のほか泡がいっぱい出てきます。まあ、こんな風な流れで、電子オールがつくんですね。まあ、小学校ではですね、こういう理屈、イオンの理屈はしませんけれどもね、興味を持つというかね、レモン汁が電池になる。それだけでね、将来中高でですね、理科好きを作る手立てになると思います。これで、レモン電池の話を終わります。